お疲れ様でございます。それでは次の点ですね、資料に、お開きください。人口急減、超高齢化社会という、我が国が直面いたしております大きな課題にですね、政府一丸となって取り組み、各地域の特徴を生かした、自立的で持続的な社会の創生を実現できますように、総理を本部長とする町仕事と仕事創生本部が設置されまして、先般、基本方針を策定いたしました。それはこの前の資料ですね、資料1に、書いております。で、特にこの基本方針の中で、課題の検討にあたっては、各省の縦割りの排除やばらまき型の投資などの手法は取らないこと、それから、前世地方交付税、社会保障制度をはじめとしたあらゆる制度について検討すること、地方の自主的な取り組みを基本とし、国はこれを支援すること、現場に積極的に出向き、今後の政策展開に生かすことなどとされております。で、今後はこの基本方針を踏まえながら、総務省が有する政策資源を最大限に活用し、個性あふれる地方の創生を通じて、我が国の活力の維持向上に全力を挙げて取り組まなければなりません。で、町と仕事創生に向けまして、具体的には次のことに留意していただきたいと思います。1、地域経済イノベーションサイクルを推進し、地域資源の活用や地域への人材の還流、企業の移転等を通じてローカルアベノミクスとして景気回復の成果を全国津々浦々まで届けるとともに、地域の特性に即した持続可能で活力ある地域づくりを支援することです。2、地方中枢拠点都市圏の形成など地域の実情に応じた地方自治体間の連携を推進するとともに、人口減少が続く小規模基礎自治体について過疎対策などを充実させ、できる限りの支援策を講じることでございます。3、地方自治体が自主性主体性を最大限に発揮し、総合的に事業を展開できるよう、地域間の税源の偏在是正の推進や地方交付税の充実などの地方財政措置の検討により、安定的で自由度の高い財源を確保するなど、地方税財政の充実を図ることでございます。4、テレワークの推進をはじめとした ICT の活用等により、女性を含む全ての人々が地方に住み、就労、子育てができる環境整備を支援するとともに、地域産業の活性化を図ることでございます。5、国、地方、企業、個人、それぞれが全ての地域において ICT の恩恵を受けられるよう、情報通信基盤、事業環境を整備し、世界最先端の社会全体の ICT 化を進めることでございます。6、住民の安全・安心の暮らしの確保は地域社会の維持・発展の基礎となるものであることから、地域の消防防災体制の充実強化やICT 利活用による防災の推進に万全を期すことでございます。総務省といたしましては、このような考え方を踏まえ、地方自治体や地域経済界の意見も十分に聞き、地方の熱意と創意を生かした実効的な政策を推進することとしたいと思います。皆様の活発な、政策提言、私も参加してまいりますけれども、どうかよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。